さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。皆さん見てください、なんとミキラモのテーブルクロスができました。どうですか、すごい可愛いでしょ。まあ、こういうのがあるとね、私も実験頑張ろうって思いますので本当に嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。おい、はい、おい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 、なんか声が聞こえる。テーブルクロスも変わったけど、うん、何いや、わざとらしいな先生、どうもリニューアルしたアナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。命が宿ってるんだけど、とうとうね、あの心と体が一致した。すごいね、今日からバシバシ実験やって。そうだね、みんなを楽しませましょうよ。ね、楽しませよう。もう先生、今日はどんな実験をやるのかな。今日はこれです。え、じゃん、なそれ、先生が映ってるよそうなんですよ。なそれ、これ先生ね。おう、そうなんです、実はミキラボの実験キットができました。うわ、すごい、そんなのまでできたの。そうなんですよ、すごいね先生。そう、これは私が行うサイエンスショーやネットでお求めいただけますので、うん、ぜひチェックしてみてください。皆さんチェックしてください。そして今日はそのうちの一つ、飛行機シューターを使って実験をしたいと思います。飛行機シューター？そう。おお、いや、なんかちょっとワクワクするな。ねえ、楽しみ。初めてだからこういうの。ねえ、そうだよね。楽しみだよね。じゃあ早速始めてみましょう。ね、一緒にやってみようか。せーの、レッツサイエンス。それではまず土台を組み立てます。型をくり抜いてですね、どんどん説明書の通りに、まずはこの両側の側面のところを作っていきます。そしたらもう一側面をですね、スリッタのところに爪を差し込んでいきます。これを裏返してこのようにですね、箱みたいになるように組み立てます。モーターの部分を組み立てていきます。まずこのように白い方が外側になるように3箇所折ります。で、この丸のところに来るようにこういう感じで、そうフィットします。こういう感じでなります。続いて先ほど作ったこの土台とモーターの部分を合体します。これをこのように、おほほほ、なるほど。続いてこの補強パーツを土台のところに差し込みます。続いて回転体を作っていきます。まずこの3つのリングがあります。これを3つ重ねて、この2つ穴が開いてるものとこうくっつけるんですけど、これをボンドで全てくっつけます。よし、これでちょっと乾かします。先ほどの回転体と土台を組み合わせていきます。まずこの回転体をモーターのこの裏側から出てる部分に入れるとちょうどはまるので、このような感じで。あ、本当だ。続いてこれを覆うようにする部品が2つあります。これをそれぞれこのように組み立てて本体を完成させていきます。これを反対側もやっていきます。このように折り曲げてここに入れていきます。続いて電池ボックスを取り付けます。まず電池ボックスに電池を向きを間違えないようにして入れます。そして電池ボックスを取り付ける部分の土台を作ります。裏返しにしたところにこのように折り曲げて爪を隙間に差し込みます。そしたらこの横のところから電池ボックスを差し込むことができます。続いてモーターの導線と電池ボックスの導線をつなぎます。これはですね、赤色と赤色同士をこのようにつないでねじります。モーターの赤い導線と電池ボックスの赤い導線をつなぎます。はい、でこれをちょっと折り曲げてセロハンテープで留めます。金属の部分を全部セロハンテープで貼るようにすると良いと思います。続いて電池ボックスの黒い線とモーターの青い線を同じようにねじって折り曲げてセロハンテープで覆います。これでスイッチを入れるとモーターが回ってます。第1回ミキラボ飛行機シューター選手権。ちょっとここからはね、スペシャルゲスト、おアナヒコの兄にアナジロウです。よろしくお願いします。はいはい、今日は飛行機を飛ばす選手権なんだけど、はい、今回は私アナヒコアナジロウで順番に飛ばします。
それぞれ3回飛ばして一番遠くまで飛んだ人が勝ちです。まずミキ先生のから飛ばしていきます。ちゃんと測りますんでね。ここゼロとしてね、27センチです。もっといくと思ったけどな。穴子いきます。緑。おお。125センチ。お、じゃあ続いてはお兄ちゃん。はいはい、はい、失格。とりあえず1回目失格です。第2回頑張るぞ。かわいそうな。先生どうだった？かわいそうな感じになっちゃった。51センチです。51センチです。お、はい、徐々に倍になりました。倍になった。そうっすね。じゃあ次穴彦くんの。おー、滞空時間は長かったんだけど。40センチ。はい、穴次郎くんは改良して、はい、お、こんな形。誰でも飛ばせます。本当に。先生失格。紙飛行機がバリカンやられてるみたいでかわいそうでした。はい、失格、はい、失格と。さあラストじゃない。ラスト1回いきましょうか。どうなるかな。カット。うわー、いやすごいっすよ。すごい伸びたんじゃない。今回いや、いった。2m75cm。 わー、1回目と2回目何だったのってくらい飛びました、ね、確かにそうだね。次は穴彦くんの緑。3、2、1、ゴー。お、みちゃん結果は、37です。いや、テンション上げろ。はい、同じろくんのラストのラストフライトの出てきそうな飛行機じゃん。これさ、なんかすごいペラペラだけど、はい、大丈夫かな。大丈夫です。今日最後ですよ。はい、では先生、はい、お願いします。はい、怖いぐらい飛びました。3m57 です。嘘つけ。本当？はい、2m21 です。 2m21 惜しい。はい、優勝はミキ先生です。やったー、イエーイ。いやー先生、はい、楽しかったね。楽しかったね。選手権したね。3人ともいろんな飛行機の形があったけども、うん、飛び方も全然違ってすごい不思議でした。なんでだと思う？いきなり来たね今。先生のはやっぱりちゃんと計算して作られた飛行機だと思うんですよ。僕のは全然。見てください。それ何を見ちゃう。このシューターに関しては、うん、持つところの厚みがすごく重要だということが一つ分かりました。あとはやっぱり飛んだものとかこう重心をね工夫したりとか、うんうん、あとはどういう風にやったらその揚力っていうこの飛行機を持ち上げる力が上がるのかっていうのを自分なりに考えて、いろいろ飛行機を作ってみるといいかなと思います、もし私の記録を越した人がいたらぜひコメントください。あ、挑戦状ですね。そうですね、先生からの飛行機シューター。ぜひ皆さんも作って実験してみてください。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。